2016年の恥ずかしかった思い出を鶴が美味しい焼き芋に変換して食べちゃいます。やってきた。さあやってきた。やってきた。いいよ。天気もいいしね。天気いいね。はい、はい、やってきた。いや、この間、うん、12月17日のね、鶴大忘年会のライブでね、うん、はい、来年に持ち越したくない思い出をぜひ紙に書いて俺たちに渡してくれと、はいはい、それでそれを俺たちがもう来年に持ち越さないようにそれ燃やして、うん、せっかくそれで燃やせるわけだから、うんうん、それで焼き芋作ろうじゃないか。なるほどね、うん、あ1個間違えてる。美味しい焼き芋作ろう。美味しい、そう、美味しい焼き芋を、作ろうじゃないかというね、はい、あの話になったんですけど、ね、はいはいはい、やりますよ。なるほど。ホームページでもね、募集しましたから。ホームページで、あ、ホームページでもね、はい、募集して、いろんな、多分皆さん来てくれると思うんですけど、はい、ちゃんと来年に持ち越さないようにですね、年内に、はい、開催しています、はい、本日2016年12月29日です。年末に何やってんだいいよ、年末です。まあまあ忙しいぞ、多分だから昨日28日でまあね、あの大体の人が仕事を納めしたんじゃないかな。そう、そうだね、うん、いやでもこれをやるにあたりさ、うん、こう火を焚けるところをさ、うん、探したわけですよ、はい、でまあ確実なのは、まあ、バーベキュー場とか、うん、キャンプ場とか、はい、なんですけど、はい、全滅、今日から休みと。あ、もう年末からちょうど休みだね。年末年始がね、うん、今日からなんですよ、はい、休みだったらね、なんか昨日あれだもんね、こうスタジオで年末年始っていつからいつだよっツッコミが聞こえたよね。だいたいすぎんだろ。だいたいすぎる、うん、そうなの、はい、でもまさかのこう、いいところを見つけて、はい、はい、ただの変わってですね、ここなら誰の予約もね、ないよ、わかりませんから。そう、しかもね、ここね、多分、他にもそういう火使うとか、うん、あのちゃんとやっていい場所っぽいので、見た感じこう、はいはい、他の人たちの隣に釜使った後の釜とかあるから、多分やっていい場所だと思う。あと違う、そうね。だからそれで僕らも新しいニューカマーを作って、うん、ニューカマーを、あ、ニューカマー、ニューカマーの作品ですよ、はいはいはい、でやっと火がね、ちゃんと起きたんですよ、はいはい、ね、じゃあ一から全部作ったんで、ね、炭を作るとこから始めてるからやっぱ炭火焼きじゃないですか。炭焼きで原石外線なんで、はい、でもちゃんともう芋も用意してます。用意しました、はい、美味しい芋、美味しい芋ですよ。芋を用意していただいたのは、笠井さんお願いします。そうですね、本日の芋はこちら、農家の笠井さんですね。ナルト金時芋でございます。あ、こちらです。ちょっと贅沢ですよ、これ。贅沢ね。1本290円からします。あ、いい、はい、高級なやつですね。美味しいお芋、美味しい、美味しい焼き芋、美味しい焼き芋。なるほどね。あなたのところの畑で採れたうちの畑で、笠井さん家の畑でどこにあるんですかうん、採れたやつ、ね、うちの畑で、はい、採れたやつ、採れたやつです、はい、それをちゃんともうポリッと割ってちゃんともう今ホイルに包んだ状態、はい、これなんかさ、うん、あの内側を湿らすと、はい、なんかこう湿、新聞紙湿って、ね、濡れた新聞紙で包んでやるといいってさっきネットで見たんだけど、うん、水も新聞紙もねえからないんだよ、ね結果どうしたんだっけ、僕の飲みかけのほうじ茶を直でかけた。ぶっかける、直で巻きました、うん、今ほうじ茶が染み込んでるわけ、はい、よかったね。いや、お茶を飲む人でよかった。そうだね、お茶だったらありそうじゃん。ちなみに俺はね、あの柚子ジュースあったけど、ちょっとフルーティーな、試しに一個ね、あとでちょっとね、コーラ、コーラとかもある。コーラあるな、うん、でもお茶だったら多分大丈夫、大丈夫でしょう、きっと、はい、まずはだから、芋をね、時間かかる作業ですから、うんうん、ね、焼き芋は芋を投入するところから、まずは芋から、はい、始めましょうか、はい、やりましょうか。じゃあもううちの主催が、ね、その、なんていうんですか、始球式じゃないけど、第一投、第一投、はい、ね、じゃあ軍手しようかなんか見た目的に軍手してるような雰囲気出るなんかね手がかじかんあのみんなが思ってるより結構寒いから、ね、今日冬だからね、うん、なんせ年末なんで、うん、なるほど。それではじゃあ2016年のね、皆様の持ち越したくない思い出を、はい、美味しい焼き芋に変える第一投です。はい、せいそこ意外と地味なんですね。なるほどなるほど。今の一投良かったですね。思ったより今の一投良かったですね。ありがとうございます。そうですよね。なんせ芋を置くだけです。ここ15秒ぐらい切り抜いてぜひみんななんか動画で使ってほしいね。これありがとうございます。こんな真上でいいのこれ。いいんじゃない。もうちょいボッて言った方がいいこれ。いや、おいおい。おいおいね。他にも入れるし。まあまあもうし。シーモ式だな、シーモ式、シーモ、シーモね、シーモ、はい、はい、ということで、ただいまからね、はい、美味しい焼き芋パーティースタート
肝が燃えています燃えてはいないんですけどもね、ちょっとね、いろいろ芋をいじって、うん、いい感じに、いい感じに、はい、さあ、この段ボールの中にね、はいはい、たくさん、たくさんの、いいね、もう忘れたいことがいっぱいあります。なるほど、これをもう小物をこうやって燃やすとそういうこと本当にもうこれ持ってきたくないものだったらね、もうライブでも言ったんだけども、メンバーは基本的に読みません、はい、もう何書いてあるかっていうのはね、神様にそう言ったから。で、まあもしどうしても読んでくれっていうのはもう外になんか読んでとか書いておいて、だからたまにそういうのあるんだけど、うんうん、そういうのもまあ一応メンバーがね目は通させてもらうんですけども、はいはいはい、発表はね、知らね、しこちらが読むだけなんで、はい、しませんので、でもほとんどの方が多分もうね、もう多分よー何も書いてないから、燃やせ燃やせ殺せ思い出を殺せそういう過激なタイプだと思うんで、なるほど、なるほど、はい、なのでもう、はい、うん、まあ、もうだからこれからさよなら2016よろしくお願いします。いいね、いいね、これでも読めってことじゃないでしょ。これもでも読めとは書いてないから、まあ、これはもう封切ってないから、はい、これ第一等ですか。第一等ですから、じゃあ行きましょう。第一等です。第一等お願いします。行ってください、はい、主催の芋に続き第一等お願いします。さよなら2016、あなたの2016で燃やします。せい静かだないいね、もう何も書いてないの、ほらね、見てくれ、思い出くれ、ほら書いてないよ、めっちゃ燃える、うん、ほらもう書いてないよ、ほら、あ、いいよ、やばい、楽しいね、これでどんどん今美味しくなってるから、今いい、何も書いてない、ほら美味しくなってるよ、みんなの思い出が辛ければ辛いほどねもうほら、ちゃんと封までしてる人いますよ、これ、いいね、その絵書いてくれて、素晴らしい、ね、煙開けてませんよ、灰がちょっと飛んでくるんですけど開けてませんのでねなんか灰ばっかがほら、みんなの思い出が灰になっているよ、いいですね、いいよ、これで皆さんの、ね、ちゃんと確認しつつね、皆さんの、ね、いいね、良かったことも悪かったことも、うん、こうね良かったことは書いてないし、確認しつつどうぞ、はい、でも忘れたくないことも書いてるかもしれないから、あれ忘れたくないこと書いてる可能性もあるよね。え、なんか MC でそのこと言ってなかったっけ。忘れたくないことは基本的にだからそれはでも自分の中でさ、うん、あ、読んでね、ありました、持ち越したくないものだ、ね、あ、そっか、これ読んでね、置いてご丁寧恥恥恥恥ずかしいもん、いいですね、 1,2,3,3 個恥作ってください、同時に行きますか、これ、はい、これ、これ言っていいやつ、はい、恥ね、はい、ちゃんと見せて恥これしかも美味しくって書いてるね、召し上がれってこっち書いてある、よろしくって書いてある、 OK、 行くぞ、あの恥、えロケットがロケット花火が、ロケット花火がいます、この時期に、はい、じゃあ行きましょうか、さよなら恥、せい、読んでください、うん、そう、これはだ我々の心の中で読めばいいですね、もうだ、見ても大丈夫です、はい、読んでね読んでね、別に読む、もういいか、一人、どういう感じなの、ちょっと、まあ、失敗談ですね、失敗談、みんな読んだ方がいいんじゃないの、こちらもね、みんなちょっと、まあ、ちょっと どうなのかなっていう、どういう失敗談なんだ、大喜利感出てきたのこれそういうタイプの人もいます、でももう面白いですよ、内容はやっぱり、大喜利っていうよりかやっぱこうリアルだから、これはもう思い出としてのリアルだから、作られたもんじゃないかな、これ面白いですね、その分、うん、ああなるほどね、これ読んでいい、はい、これなかなかいいね、面白い、そう、面白いね、うん、面白いね、結局そういうコーナーになっちゃってる面白いけど燃やすんだ、うん、ね、本当はね面白いから発表したいとこだけど、したいわ、燃やしますもうさよなら燃やします、もう、ね、なんかイラッとするわ、ああ言いたい、はい、じゃあ読んだので、ね、俺たちが忘れたいしますじゃあありがとう、読んでね、結構読んでね、率高い、ああ
ではこんなんがね大量にあったやつももうほとんど灰になりました。なりました。もう最後の3枚、はい、本当にもう読まずに、はい、何も書いてないのは読まずに全部ボンボン投げましたんで、うん、ただもう読んでくださいっていうのはちゃんと目を通してます、はい、すごい面白かったね。みんな面白いネタ持ってんな。見たい見たい。ただね最後にこうそこにあったのがもうツールです。素晴らしい。ツールで折ってあります。これじゃあ主催がファイナルを、はい、そうだね。何も書いてないので、まあ読まないんですけども、うん、広げたいと思います。せい。じゃあ順番に入れていきますか。行きましょうか、はい。ファイナル。じゃあ行きますよ。はい。せい。せい。あ、燃えている。ああ燃えているいいよ。なおさん、俺火つくかこれ。つくんじゃない？どこの位置で火つくと思う？これに最後火つけて見届けたいよね。そうだね。あ、ここだ。あ、木が燃えた。火力、あ、来た来た来た。いいね、これスローモーションにしたいね。ちょっと何これ思った以上にちょっと切ない映像じゃない？そうだね。鶴が燃えてるよ。サスペンス感があるね。すごいこれターミネーター2でブワーって燃えてあの公園でさあのシーンのシーン公園のシーンだわこれ。爆風で全部吹っ飛ぶような。はい、以上をもちまして、はい、2016年ね、こう恥ずかしかった。もう来年に持ち越したくない思い出たちを、はい、全て燃やしましたので、うん、はい、あとはもう美味しい芋ができるのを待つ。そうですね、はい、うん、そろそろかな。もうちょいだね多分ね。もうそんなですか、うん、あと10分ぐらいしたらできんじゃない、はい、できるんじゃないですかね。もう、うん、もうそもそも焼き芋やるなんてもう何年ぶりよっていうね。小さい時にやったような気がするぐらいでしかないじゃない、うん、でも鶴結成して最初ぐらいに一回どっか地元で落ち葉燃やしてやった気がする。やった、なんか落ち葉集めたもんね。やった。そう、あれでしょ、あの万年橋の。そう知らないよ誰も。万年橋の脇の下に広い河原があるんだけど、夜みんなで落ち葉集めてやったら、誰も何もやり方わかんなくて適当に火つけたらすんっごい煙が出て、はいはいはい、落ち葉だけ燃えて終わったよ。そう、超煙が出てそこの橋、そこそこまあその辺じゃ大きな橋なんですけど、もう夜中で多分もう煙が上がって橋中が真っ白に。今やったら通報されるね。多分通報されると思う、ね、うん、でも15年ぶりぐらいですよ。そうですか。そうか、無事全部燃えました。あれ以外でね、はい、全部燃えましたんで、あとは俺たちが美味しくいただく、うん、なるほど、出来上がりを待ちましょう、うん、でもなんか噂によると焼き芋だけじゃ物足りないからってなんか買ってきてる人いる。そうそうそう、いろいろあるから ね火災農園何、うん、なんか牛とか飼ってるんですか。うちの牛食うか。牛とか飼ってるのかな、うん、なんかそこに牛がいるんですよ。うちの黒毛和牛食うか。ちょっと楽しもうとしてる人いるじゃん。黒毛和牛をどう焼くんだっていうので、網が必要です。網が必要なんですよ。うちの半額の椎茸。椎茸もやってるんですよ。あ、半額でやってるよ、うちは。あれ焼肉。静かにして。あれ、うん、あれ、いやいや、芋を焼いてたんじゃないですか。いやいや、これは焼き用の副産物。絶対メインじゃん。絶対こっちじゃん。副産物です。中に芋は入ってるね。入ってるっす。入ってる、入ってます。副産物です。もう食べられるよ。ちょっと食べてみて。もう何これ、これこの話いい。大丈夫ですよ、どうせもう石だから。これだって、これあるよ、箸あるよ。炙ろうか。これ炙って炙って、どうなんですかね、この。いっちゃおう。はい、醤油をちょっと垂らして。はい、垂らしました。もう黒毛和牛に生醤油ですからね。はい、これを炭の直火ですからね。うわー、贅沢ですね。炭火ですから、ね、これ焼き芋大会じゃない。これお店で食ったら高いよ、多分。
いただきます、はい、焼き芋大会だよ。どうすか。おい肉だ。これを超えるリアクション芋の時お願いします。俺外で肉食ってる。うまい。ちゃんとうまい。ちゃんと美味しいよ。あら、さあ食べよう。はい、というわけでね、ええ、途中ちょっとインターバル挟みなんかね、みんな一番生き生きしたかもしれない、ええ、ね、うん、肉と椎茸がね、はい、うん、時刻は午後3時40分でございます。はい、だいたい日がもう沈んできた。今だってもう1年で一番短いシーズンでしょ。そうですね、冬至が終わったばっかぐらいでしょ。そうだね、うん、これ初めて1時間ぐらい、うん、1時間少々ですか、経ったんじゃないですかね、はい、うん、そろそろもういけるんじゃないかって、うん、すごくいいメラメラだ ね、すごいね、ちょうどいいね、なんかね、なので早速試食してみたいと思います、うん、はい、主催が、はい、実食。おいしいもに変換されたかんね。熱いのかな。熱いよ。どうでしょう。開けます。おお、おお、なんかホクホク感。おお、いいね。焼き芋じゃん。マジで。みんなのおかげで美味しくなってるよ、ね、ほら、これちゃんとできてたらさ、うん、俺人生で初めてちゃんとできてる焼き芋食うかも。これ中まで多分甘そうなやつです。なんかそうだよね、黄色い、あの、何でしたっけ、蜜が鳴門金時芋なんです。これ割ってみる。割ってみようか。いいかも。割ってみようか。ほくって。あ、割れるけどちょっと柔らかいな。なるほど、いっちゃおうか。かじろ。かじるわ。はい、うん、行こう。じゃあ皆さんの思い出を美味しい焼き芋に変えて、はい、いただきます。うわ、焼き芋大成功。大成功だよこれ。なんだ、一口目買ったっていうのに、ね、ホックホク。ほんとね、パキッてやりたかったんだけど。中までホクホクです。すげーじゃん。食べようぜ食べようぜ。すげえじゃん。これ、うん、これはね、美味しいんじゃない。こんなちゃんと焼き芋作ったら初めてだよ、うん、俺。嬉しい。これテンション上がるね、うん、ちゃんと火通ってますね。あ、うん、みんなの思いが、うん、じゃあ次取っていってみようか。食べようか、うん、どれかな。でっかいやつがいいんじゃない。これかな。熱いんじゃないの。 どれが後から追加したやつ。ちょっと分かんなくなっちゃったな。それ美味しそうだ。でもトータルでもういけてるでしょ。すげえすげえ。これすごいよ。あ、これダブルで包んだやつだね。ちょっと周りは焦げ気味だね。うん、火力がやっぱりね、うん、場所によって違うから、ね、美味しいよこれ。うわ、見てここ。おお、いいね。これやばくない。うー、こちらもいい感じです。いいね、いいね、見るからに焼き芋ですこれ。おお、すげえな。これいいよ。どうぞ。いただきます。実食。実食。あっちゅう。上唇熱っ。うん、甘い甘い。いただきます。実食。これうちの畑最高だ。自慢の芋だ。うめうめ。これ売ってたら美味しいやつだね。うまい。うん、うまいよ。ちゃんと中までしっとり焼けています。うわ、やっぱあれかな、ほうじ茶が効いてんのかな。かもしんない。うん、うまっ。素晴らしい。うん、大成功。うん、みんなの思い出うまい。うん、みんなの思い出を食っている生き物。バクみたいな、うん、新しい生き物だ、うん、あんな恥ずかしいことやね。うん、あんなことやこんなこと。うめ、あ、いいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、美味しい思い出だったね。はい、満足ですよ。いろいろ楽しみましたけど、はい、無事、はい、みんなの思い出を、うん、なんていうんですか、燃やしてやったというか、そうね。みんなの思い出で美味しい焼肉をね。あ、焼き芋ね。焼き芋をね、やめろ。いただきました。はい、結論から言うと今日のナンバーワンは椎茸。やめろやめろ。椎茸最高だったね。椎茸が最高、最高だったね。みんなの思い出焼き椎茸。そうなんだよ。椎茸が最高でしたね。だからそのうち今度だから美味しい椎茸を、うん、食べようという回。椎茸ばっかり。いいよいいよ。それはそれで飽きそうだけどね。うん、焼き芋バージョン、焼き椎茸バージョン。やる。
なるほど。ちゃんともっと山の椎茸が有名なとこ行って、うちの畑じゃねえんか君のとこでやる、うちの畑じゃねえんか、椎茸、ね、半額の椎茸じゃねえんか、半額ね、今日椎茸美味しかったです、美味しかったです、ね、芋もちゃんとね、焼き芋もすごく美味しくいただきました、うん、大成功、はい、大成功でございます。本当に日がちょうど沈んだぐらいですね。 ね、はい、もうここからもうぐんぐん気温が下がってくる寒いっす、時間との勝負だね、そうです、うん、ね、最初も言ったけど本日は2016年12月29日、はい、昨日まででみんな大体仕事は収めてるんですけどね、うん、今日僕これからレコーディングスタジオこの現実ギャップね、これからレコーディングスタジオ行きます、大自然から近い、はい、そうです、はい、ね、この焼き芋パワーで、はい、歌を歌いたいと思います、はい、はい、でこれあとはもうちゃんと片付けまでして、はい、綺麗にね、綺麗に片付けて、はい、帰りましょう、はい、では、次会う時は何も新年明けましておめでとうございます、なるかもしれない、なるかもしれない、ね、はい、では、良いお年を